はいどうも、サトジュンチャンネルでございます。かんだ。今日はね、あの、えー、っと、コメント欄を閉じているという、なんで閉じてるのというね、理由についてお話ししたいと思います。これ、時々ですね、ライブとかでいただくんですけど、その、コメント欄を、こう、なんていうのかな、えー、公開できるようにしといてくださいというリクエストが、時々ですね、 いただくくんですけども、まあ、古くからねあのうちのチャンネルをご覧いただいている方は何でこうコメント欄を公開してないかというところは既、まあ、にご存じいただいていると思うんですけれども、えー、なぜですねこのコメント欄をオープンにしないのかというところをです、ね、ちょっとお話ししようかなと思っております。はいえー、その理由はですね、まあ、結論から言うとですね多分この先もコメント欄を公開することはないと思います。 えーまあ、一番の理由は、まあ、僕自身がそういったことをです、ね、求めていないんですね、YouTube にね、えー。コミュニケーションを取ったりとか、こう感想を聞いたりとかっていうこと。これを私自身、YouTube に求めていないと、えー、いうこと。これが、まあそう一番の理由になるのかな。はいこれあの もっと細かく言うとね、いろいろあるんですけれども、あの、要約すると、えー、そういうことになります。はい。えー、まあ、本当にとね、まあ、例えば、皆さんからね、感想をいただいたりとか、えー、もしくは、お褒めの言葉をいただいたりとか、もしくは、まあ、これは違うよ、とかっていうことがあると思うんですね。また、批判のご意見があったりとか、すると思うんですけども、 えもう僕自身はですね、もう、何て言うのかな、あの多分多くは、えー、みんなとこう交流したいとか、あとはその動画をより良くしたいとかっていうのがあると思うんですね、間違ってる部分だったら、あれば正して、えー、もっと YouTube で高みを目指していきたいとかってあると思うんですけど、僕には全くそれがないです。で承認を っていうのがあると思うんですけども多分そこら辺もあんまりなんていうのかなあの別にどうでもいいよねみたいにそこで何か価値があるのかなみたいなというようなかん考えのもと行動しとるんですよね。で、えー、そうですねまあ吟味で言えば人間ながらね承認欲求がないっていうのことはないと思うんですけどなんかこう世間一般で言う。 感覚と僕の感覚はちょっとそこがちょっと違うのかなっていうところですね。で、あとはその、えー、まあ批判とかもありますよね。批判とかもあって、で、その批判を、まあ、聞いたとしてね、傷つくじゃないですか。それ、意味あるのかなと思ってね、<laughs> 批判されて、傷ついて、 何みたいな <laughs>、なんか、メリットがあるかなっていうと、まずそこもないと。はい。その逆にですね、評価をしてもらうと。いや、この動画がすごく素晴らしいです。すごく参考になりました。人生変わりました。って言われてもね、ちょっと私もこう、恥ずかしいやら、あの、なんて言っていいやらということでね、あの、というのもあるし、えー、 ライブのコメントはいいのよ。ライブのコメントはこう受け答えするっていうのはこう直接さ、言葉でリアルタイムでペッと返せるからいいんだけど、文字でこう、やり取りするっていうのはすごく苦手でですね、私それがね、すごくダメなんですよ。もう、すごくストレスというか、すいませんストレスとかって,って、ちょっとこう、苦手っていうところがあ,のあります。それはもう、誹謗中傷でも褒められても非常に こう困惑するという性格なんですね。はい。というところで、やっていないと、えー、いうことですね。なので、誹謗中傷も、感謝も苦手っていうことです。<laughs> ということです。<laughs> という理由で、まあ、こう、公開していないという感じですかね。あと一個なんだったっけあと一個。ああとね、もう一つは、例えば仮にですね、えー、 まあなんかコメントがあってね、僕がこう返信のコメントを文字で打ったとしてね、で基本的にはあの、まあ、書いてくれたからね、まあこうあ、感謝の気持ちがあるわけですよ。ありがとう。ね、気持ちがあるんだけどあの、それをですね、ちょっとこう間違えて解釈されたりすることって多々あるんです。<laughs> あのつまり、悪意を持っている。 っていう,ふうに解釈のかな。こう意味を間違えて捉えたってちょっと冗談あいたつもりが傷つ,か傷つくことになったっていうことがね結構ありましてそういったトラブルを防ぐためにもあのコメント欄は公開していないと、えー、いうことにしました。 これはね、ま、あいろいろある。多くの YouTuber さんはオープンにしてますね。はい。そして、YouTube でもその機能がついているということ。でもその一方でね、コメントできない機能も YouTube は実装しているということです。そこら辺は多様性と言いますか、配信者の考えていることに任せるということです。基本的にさ、こうやって隠蔽したりとかね、いうことって、やっぱり良くないことだよね。こういう情報化社会の中でね。あの、 の物事を隠してやるっていうことは <laughs>、あの、えー、なんていうのかな。この今の時代に合ってないと思うんですよね。うん。合ってない。まあでも合ってないっていうものはね、そういうチャンネルって栄えないんですよ。別に。流行らなくなっちゃうわけですね。現実ね、僕のチャンネルの再生数もそんなに今も上がってるわけではないんでね。 えでもね、自分はもうそれでいいかなって思ってんのよ。別にその YouTube チャンネルをなんかもっとチャンネル登録者数を増やそうとか、再生回数を増やそうとか、広告収益を増やそうという意思は今全くありません。あのなんなら辞めてもいいかなみたいなあぐらいのスタンスで、えー、やっておりますので、はい。まあ、そのあたりあのご理解いただけたら嬉しいかなと思います。まあ、それがね、もう気に入らないと。 言うんであればね、ぜひも,もう停止ボタン押しちゃって構いません。で、僕なんかよりも優秀な YouTuber さんもたくさんいらっしゃいます。もっとね、面白くて分かりやすくて参考になる YouTube チャンネルがたくさんありますので、私なんかの動画見てね、時間潰すよりも、まあ、他ね、見ていただいてですね、あのもっともっとあのご自身を高めていけ,いければなと思っております。はい。えー、そんな感じで私、ね、私にはもう、今も 全くなんかそういう意欲がないというかね、ええー、あのー、もういいかなと思ってます。いろいろやったからね、これまでね。はい。そんな感じですかね。ええー。まあ、あのー、そういう理由でコメント欄を公開、非公開にしております。まあ、そういったね、チャンネルでも別にいいよっていう方ね。そういう方はね、まあ、今後ともサトチュンチャンネルごひいきにしていただいて、グッドボタンを押していただければね。 さらにもチャンネル、通知のベルマークなんかをね、押してもらえれば幸いでございますよ。今回の動画は以上です。